明るく住みよい街づくりを目指す夢いっぱいの FM21、 周波数は FM76.8MHz、 沖縄県浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日もお楽しみください。はい、皆さんこんばんは。今日は6月の1日木曜日、今週もやってまいりました、ワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実はここにある、ローマ字に、沖縄から真実を全世界へ発信するチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことなら全てお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。今夜のメインパーソナリティ、私沖縄一恥ずかしがり屋のパーソナリティ、ボッキーテドコント、エチケって誰だそれにこだわるな、どうもこんばんは、工作員 A ですはい、こんばんは、司くんとではなく司で飲んだです。はい、そして今夜はですね、非常に超怪しげなあのゲストのお二人をお招きしております。まず窓際の方からどうぞ。皆さんはじめまして、ボギー少佐ですナイス。はい、そして最近はもうほぼレギュラーに、定位置を占めております、水島社長の影武者こと、こんばんは、漬山です。はい、漬ちゃんでございます。今日もよろしくお願いします。はい、というこのね、超ファンキーで怪しげな4名の、で、5名ですか、私でと5名で約50分生放送でお送りいたします。どうぞ最後までよろしくお願い申し上げます。お願いします。はい、皆様改めましてこんばんは、当番組のメインパーソナリティボギーテドコンでございます。まあ、2週間ぶりに、復活を果たしました。まあ、先週先々週と、我が、友人の、はい、タカさんこと梅原さんにですね、メインをお願いしておりまして、
そして先週はなんと久しぶりに約1ヶ月ぶりに復帰の HK カメラですね。まあかなりもうファンキーな、まあ、番組になりまして、もともとこのワンヌウムイというのは、私の思いという意味でございまして、まあ、純然たる報道番組のつもりだったのが最近はなぜか反バラエティになっているという。まあそれもこれも、当番組の一番のキャラ HK 仮面がやっぱりね、そうですね、言わしてるということでございまして、今日もなんと、ラジオ地上波 76.8MHz の他に、まあ、FM21 の方で、スティッカムの方で、動画を、まあ、配信をしております。そして今日ですね、このゲストとしてお招きしている2人、まず1人目ボギー少佐、これ私に全く売り二つでございまして、私がよくね、基地の平和運動のとこに行って、襲われたりするもんですから、はい、いわゆる影武者として頑張っていただく二人目、実はもう一人いまして、ボギー中佐という私の友人がいるんですけど、なんか、少佐、東京で私とかボギー中佐に間違えられたということで。はい。マジですかその話。マジです。どんな風に間違えられたんですかね。あんな役をやってて立っていくときに、あ、初めましてテドコンさんっていう方が一名、あとあれわざわざ中佐来たんですかっていう方が一名、素直に中佐さんですかっていう方が、約一名、その後この格好で、受付行ったら雅子さんまでバカウケでのけぞり返って笑ってたといういやもうその集会の、ね、メイン の, 主賓まで笑わしてしまうっていう、本当にでもね HK 仮面さんよく似てますよね。いやもう最初見た時に中佐かなって思って、おなんですよね、HK 仮面でもやっぱり見分けつかなかったんですかね。ちょっとびっくりしましたね。なんで中佐が今日来たんだろうって。おあ、もしかしたら中佐からのお土産に恐怖感感じたとか。はい、早速キャスの、ネットアシスタントの皆さんから、目玉焼きさんからメッセージ、雅子さん声が裏返ってましたということでよっぽど受けたんですね。鈴根くさんも私は一瞬ガン見してしまいましたということで、で、はい、アシスタントの、TUG さんから、ガナーマサコさんを爆笑させたことはグッドジョブですということで、お褒めの言葉を。これガナハさんを爆笑させたっていうのは、サシモの HK さんでも経験ないじゃないですか。そうですよね。マサコさんは HK さん見たら凍りついたりしてる。なんか刺されてしまったんですかね。いやいやいや、そんなことないですか、HK さん。なんもないですね。はい。いや今日もですね、ネットの、はい、ツイキャスの方で今生放送で流してるんですけど、まあ、ネットの検索でツイキャスと探して、まあ、その検索ウィンドウからボギーチャンネルと探しますと、今日のゲストの超怪しい2人の、生配信が見ることができます。ご希望であれば HK 仮面さんも出るかもしれませんので、ぜひリクエストのメッセージをお送りいただければと思っております。いやそこはやっぱりクロスアウトで、クロスアウトはいつ出るのかなと、はい、いやしかし今日すぐメールが来ております。当放送へのメールはですね、アルファベットで番組、はい、bangun@fm21.net、はい、番組そのまんまですね、番組アットマーク fm21.net に、メッセージをいただければ、はい、今日出演しております HK 仮面、それからタカさん、そしてボギー少佐、それから水島社長の、影武者と言われてますズケちゃんに直接お渡ししますんで、ぜひファンレター、そして彼女になりたいという方ぜひお願いいたします。もうはい、もうお待ちしております。AKB 総選挙ならずワンヌームイ総選挙ですよこれ。ワンヌームイ総選挙
だ誰に票が集まるんですかね、これね。誰ですかね、はい、いや僕は参加しますよ、僕俺がやるやるいやしかしね、やっぱりこの中でも一番ダントツの人気やっぱりタカさん HK 仮面ですよね。そうですね、もう9割方は HK さんのファンというか HK さんの放送時間を期待している方ですね、おそらく。そうですよね、このHK さんがちょっとね修行に出かけてる約1ヶ月の間かなり皆さん寂しがってましたよね。そうですね、自分もちょっとこの番組でストレス発散できてたのにその1ヶ月間は結構ストレスが溜まる一方でしたけども先週の HK さんの放送事故で1ヶ月分のストレスが思いっきり解消されましたねはい、ありがとうございます。早速、ペンネーム榎本さんから、このワンヌームイ総選挙の出馬条件は体脂肪率ですかと言ってますけど体脂肪率どうなんですかね、ズケちゃん。いや僕毎回審査で検査で引っかかっちゃってるんですけどもういつの間にかその検査票が車の中に溜まってしまって、うん、母ちゃん見せられないなという状態が車の中に検査票を隠してることがなんかのび太くんが0点でしたか隠すみたいなそんな感じすいません、大変申し訳ございません。いやもう本当に困った4名でございますね。もういやしかし高さん賑やかですね。そうですね、やっぱりワンヌームイはこうでない、はい、高さんと2人の時には結構真面目なニュース番組になってたんですけどね、はい、何ですか今日のこの崩れっぷりはやはりHK さんにつけさんも加わってかなりバラエティ性が増しましたねそれに少佐もいます。少佐がねここまででも中佐にそっくりだともうグーの音も出ないと、これ福岡北九州の街歩いても分かんないんじゃない思ってたりするんですけど ね、まあ、今日もかなり、このボギーチャンネルの、まあ、コメント欄すごいにぎわっておりまして、もうコメントがさっきからどん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 流れております。 HK ロスで寂しかったっていう方もいますね、はい、で早速メールの方も届いております。ペンネームオフィスさんからです。来ましたね、はい、オフィスさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。ボギーさん、タカさん、少佐殿、漬山さん、皆さん、そしてあっち HK 変態アイランドの国王すごいキャッチフレーズ、国王様、国王様とどん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 位が上がってきますねドリフターズの国王様です。そうですよね、あっち HK 変態アイランドの国王工作員 A さんこんばんはと、いつかは HK レオタード姿を拝めるかといつも心待ちにしている関東のオフィスでございます。さて、真面目な話、今週の再び法廷闘争を画策する尾長知事の報道、最高裁で負けてまた勝てもしない不毛裁判に税金投入ですか、県議会は人治主義の憲政与党が訴訟提起議案を通すようですねと、しかし沖縄県民の皆さんはこのまま税金が無駄遣いされる訴訟を黙って見ているつもりですか、住民監査請求などはしないのでしょうか、弁護団に訴訟費用が支払いされてから1年以内なら県民には一人で住民監査請求する権利があります。沖縄県監査委員には沖縄県公安委員が昨年7月に東京都他5府県へ警察法第60条第1項の規定に基づき警察職員の援助を要求したことについて一人だけ違法な支出であると認定したとんでもない、委員が、はい、監査委員がいますが、住民監査請求が合議に合わなくても住民訴訟の手段もございます。沖縄県民の勇気ある行動に期待をしております。リクエストは松村和子の帰ってこいよの替え歌をHK 工作員 A さんのワンコーラスでお願いします。成敗して来いよ、成敗して来いよ、成敗して来いよでお願いしますで PS 却下はダメですともう待ってください、却下ではなくてすいません元の曲が分かんないです
まあ、あるでしょ、あのあるでしょ、せっかく帰ってきてくれたじゃない、歌詞を、うん、曲が分からないです、演歌でしょこれ、曲は分からなくてもちゃんとの歌詞書いてきてくださってるから、あの自分のメロディーで歌って、はい、ちょっとじゃあ今準備しますね。あ、はいどうぞ、HK 仮面さん、帰ってこいよ、帰ってこ、教えてよ、こんな感じで。リクエストに答えてない。すいません。リクエストに答えてない。あのリクエストに、リクエストはあのセーバーしてこいようになったのに。こういうな。今日も早速放送事故ですね。信じられないですね。まだ少佐とズケちゃんがいる前で放送事故ですか今日も。いや本当に何かもう期待裏切らない人ですね。そう。いや本当に笑わします。そして、はい、またメールが届いております。今度はですね、ありがとうございます。福岡県より聞いておりますボギー中さん、はい、ボギーさん、海原さん、沖縄 HK 研究所所長の HK 仮面さん、はい、その他出演者の皆さんこんばんはと、こんばんは、はい、5月の沖縄入りの際には HK 仮面さんにお会いできず、私不完全燃焼に終わった沖縄旅行でございました。早速質問ですが、南の方に成敗の旅に出られていたとのことですが、誰を成敗していたのでしょうかということで、っていうか暑さに成敗されちゃったと言った方がいいですかね。座布団取り上げてあの面白くない HK の名に恥じりますよそれもう本当に面白くない答え言うんだからもう座布団全部取り上げて今までも暑さに成敗されたって、はい、もしかして熱中症になったの。いやもうちょっとフラフラって なりそうにな。ビーチに熱帯魚がいっぱいいたんだよね、ま、ビーチとかパラソルの下にね、それに目を奪われてクラクラってなっちゃったんでしょ。で近づいてったらキャーって言われたの。もう本当に正直じゃないんだからもう HK 仮面さんね。はい、してメール続きです。大佐から HK 仮面に代わる新しいキャラをとのお話でしたので、5種類用意してますということでね。はい、今日実は私が急いで来ちゃって忘れちゃったんですけど、来週にでもこの5種類のキャラを HK 仮面さんにちょっと選んでもらおうかと思いますけどね。はい、まずは沖縄も夏になって暑くなってきてますので、まずは夏用の T シャツを用意してますので、ぜひ着用してくださいということで、なんか素敵なプレゼントがあるそうですよ。私が預かってるんですけど今度お渡ししましょうね、 HK 仮面さんね。はい、さて本題ですが、番号を振った4つの袋を用意してますので1番から4番選んでくださいと。今日私は忘れてるので選べませんのでね、はい、もうこれあの来週また改めまして HK 仮面さんルーレットで選んでもらう、あみなくじがよろしいですかね。はい、あ、なんかスイカ割りの要領で目隠してあのそと一つ取らせ、一つの袋を取らせて、それの袋に入っていたコスチュームに化けるっていう、それも面白そうですね。面白そうですね、袋を掴んだつもりがパラソルの下の熱帯魚を掴んでキャーって言われたらどうでしょうかね。もう私たち身元引き受けにならんといかんかなと思ってますけど、それは私のお稲荷さんだ今日も非常にファンキーなワンヌウムイでございます。では1曲行った後にまた本題の方行ってみたいと思います。さて本日の、ナンバー久しぶりにですね、ちょっと小田和正さんのナンバー探してきたんですけど、ぜひ聴いていただきたいと思います。
年がら年中山下達郎の BGM で夏気分全開のワンヌウムイでございます。まあ、私自身ずっとね学生時代から山下達郎さんが大好きで、まあ、海に行ってパームツリーの下で体焼いてる時もビッグウェーブをね、カセットラジカセでガンガンかけていたもんですから今でも好きでございます。まあ、こんなに夏に合うミュージシャンいないんじゃないかと思うんですけど、さて今日は、夏の風とはもう全く相入れないような暑苦しいメンバーがスタジオに5名も揃っておりまして、まあ海江田さんと私2人ぐらいだったともかくこれに最強の HK 仮面が加わりまして、すごいもう空気が変わりましてプラス、はい、番組でよく登場していただいておりますボギー中佐にウリ2つのボギー少佐が現れまして、いやもうこれも本当に報復絶倒状態でございまして、はい、でその横にはなんと、まあ、チャンネル桜の水島社長にそっくりだと言われているズケちゃんが今度登場していまして、こんな笑える話はないかなと思ってるんですけど、しかし少佐とズケちゃんやっぱり HK 仮面が、はい、仮面かぶってのはやっぱり面白くないですか。そうですよね、はい、やはりクロスアウトとの、のいつそのタイムリミットが発動するのか楽しみですよね。はい、そうですよね、もう30分1時間アニメ番組半年ぐらい見た記憶がないんですけどね。私もそうですね。どうですか HK 仮面さん、やっぱりこんなリクエストが来るとやっぱりたまには被らないといけないっていうの、はい、そうな、被らないってこと、いや被らないといけない、いや持ってないんですよ今日。今日持ってないでしょ。じゃあもう来週プレゼント、その仮面のまんまちょっと選んでもらうかないいですよね高さんね。そうですね、やっぱり今日もなんか顔出しがまずいっていうのであればなおさら仮面が必要だと思うんですけど。そうですよね、はいはい、まさかジェイソンの仮面被るわけにもいかんはずですしね。そうです、それはさすがに絵にならないですねやっぱり HK ですかね、まあそれが唯一絵になる仮面でしょうねきっと、はい、じゃあちょっとHK 仮面さんにこの修行してる間なんか辛いこととかありましたかね。HK 仮面さん修行中には成敗の旅中ですね。成敗の旅、いやー暑かったですね。それさっき聞いたの、さっき聞いたの、これからこっちだって暑くなるんだから。もうね、なんかなんていうんですかね、まあ土地感覚がちょっとまあ分からなかったけ、分かりにくかったかなっていう感じですね。なんか南方のずっと南方にある島に行ってたらしいですね。インドネシアかあの辺りスマトラ島あたりだったゲリラとは遭遇しなかったですか、赤いゲリラあたりとは。ああ、まあ真っ赤っかな人たちはもう一般市民のふりっていうか、まあ、一般市民の中にうまく入り込んでるっていう感じですね。まさに便兵そのものですね。沖縄本島でもあの真っ赤っかな人たちを新聞とかテレビは市民って言いますよね。高さね、そうですね、うん、市民は市民でも善良の市民とか非暴力の市民とか言ってますね。嘘つきですね、いや私何度も襲われてますよ。だって私とか中佐なんか取り囲まれてですよ、動けなくなりましたし、中佐に至ってはなんか取り囲まれてですよ、わーわー言われたらなんかアドレナリンが出てですね、恍惚としてたっていうんだからもう本当に手に負えないんですけど少佐もやっぱり囲まれてみたい口ですかね。いやー中佐ほどではないですけどね私も囲まれてみないとわからないっていうところもあるかなと。はあ、また手ドコンが来たぞーが来てんのかな。いやもう間違いなく言われますねさて、ネットアシスタントゆきとさんからHK 仮面さんに精神と時の部屋かっこ別名フーターズ修行は過酷を極めたんですねと言ってますけど、いやその別名はちょっと別です、ね、だって違ってますね。だって先週の放送で曲かかってる間ずっとズケちゃんとの2人でフーターズの話で盛り上がってたじゃん。いや、うん、今度連れてってくださいよいやこれは東京ご自身で東京へは、ご自身で何のわけのわからん東京で
東京来たら皆さんがご案内しますよよろしくお願いしますあいいですね本当に、まあ、なんかメールは来てるらしいんですけどその内容って、はい、ここで読んでなんか詳細にメールが来てますね、はいはい、私はですね、ワンヌイル、ご一同様へ、久しぶりです。広河原です。すいませんご苦労様です。中佐さんですねと言ったのは私です。次は間違いませんと。いやご安心ください、まだまだいましたんでお一人様だけないんでやっぱりこの雅子さんの講演会では一平間違えられたんですね。ですね。それだけやっぱり似てたっていうことなんですけど、だってこっちでも HK 仮面さんが見分けつかなかったっていうのがすごい似てるんですよね。いやー本当に面白いですね。さてさて今日今話が出てたんですけど、例の尾長知事がまた国を訴えるという話、あれ実はね前回の訴訟最高裁までって負けちゃってるんですけど、あれなんと訴訟費用だけで7000万近くかかってるって言うんですよね。7000万近く、すごい。やっぱりあれだけの工事を止めますんで、工事の費用にまあ見合った、印紙代とかかかるんですよ、うん、はい。その対価に対する額に対して印紙代が決まるんですけど、まあ、この訴訟費用7000万かかるから7000万そのまんま例えば弁護団がもらうっていうことではないんですよね。多分そのうちの8割ぐらいが多分印紙代、はい、国に納める印紙代になってると思うんですけど、でも結局この7000万というのは沖縄県民の、本来であれば沖縄県民のために使われる予算から出されるんですよ。そして戻ってこないと。で沖縄県民の皆さん、これだけじゃないんですよ。実はですね、その裁判を起こすと、いわゆるね、尾長知事とその取り巻きのオール沖縄、いわゆる極左のね、反対派の人たちが、自分たちがもうとにかく辺野古に滑走路を作らせたくない、その夢を実現するために今、わーわー、わーわーしてますけど、その我を通すために、結果的に裁判まで起こしてしまった。はい、県民の相違とか、嘘っぱち言いながらね。で、それでどうなったかというと、1日あたり2000から3000万近くの、遅延損害金っていうのが発生するんですよ。ということはこの工事が止まっている数ヶ月の間の遅延損害金の総額がなんと80億近くになるという試算も出ています。80億ですよ、はい、7000万でもすげえと思うんですけど、80億円、これ80億円あったら HK 仮面さん何回修行の場に行けるんですかね。そうですか。オレンジ色の修行の場に。修行の場、はい、まあ一箇所だけじゃなくて何箇所もって感じですかね。ほらね、やっぱり本音が出たぞ。と言えばいいのかな。本音が出ましたね。いやでもこれがね、また今回、国がこの工事をそのまま進めているっていうことに非常に不満を持っている反対派が今知事を突き上げているわけなんですよ。で、今問題になっているのはこの辺野古の岩礁破砕許可、つまり辺野古の海底の岩礁をね、いわゆる崩す許可をが切れてると。それをまた知事に対して再度申請をして許可をもらわないと違法だっていうのが反対派の言い分なんですけど、まあ、それに対してですね、なんとこの海の漁業権を管轄する水産庁が正式な見解を出していて、この岩礁破砕の許可については漁業権が消滅をしているので必要はないということを水産庁がもうすでに発表してるんですよね。つまり漁業権っていうのはもうすでにこの辺野古の海域、いわゆる名護の漁協に対して国はもうそれなりの保証金を払って漁業権っていうのは消滅をしてるわけなんですよ。で、当然ながら漁師の方々はそれに見合った保証金というのをいただいています。ですから水産庁はもうそういった漁業権は消滅しているので、改めてこの県に対して岩礁破砕許可の申請をし許可を得る必要はありませんというふうに見解を出している。それにもかかわらずこの沖縄県、
とそのね取り巻きのいわゆる、反対派、まあ、左翼っていうんですかですね、はい、左翼の皆さん、はい、はこれでやっぱり大発表したわけなんですよね。何が何でも止めたいということで何をしでかしたかというと、この岩礁破砕許可を得ないまま工事を進めているのは違法だということで7月にまた裁判所に提訴するつもりらしいんですけど、ここで私とってもおかしいと思うのは前回埋め立て承認の取り消しについて最高裁まで裁判になって沖縄県負けちゃったんですよ。負けたら負けたで沖縄県の言い分がすごい、この法律で全てが縛られるわけではないと、あ、判決でですね、つまり判決に従う必要は特にないということを自分たちで公言してるんですよ。で、判決にも従わなくていいって言いながら裁判にまた訴えるって、これ高さんどういう意味なんですかね。まあ彼らとしては自分たちに都合のいい判決には従うけども自分たちに都合の悪い判決には従わない、まあ要はのだらっこなんですねこれ。おかしいですよね、いやでもボギー少佐、この沖縄県の考え、はいはい、自分たちにとって、まあ、都合のいい判決には従うけど都合の悪い判決はね勝つまでとことんやりますっていうこの姿勢っていうのはどうなんでしょう。勝っても従う必要はないと。どうなんですかね、おかしいっすよね。何でも反対してる人たちが気に入らないとガーってやるのと一緒で、なんかおかしいでしょ。もう蹴りがついてるのを話題変えてまたやっちゃうという。ズケちゃんどうですか。自分はあの沖縄県庁にメール送ったんですけどまだ返答がないんですが、はい、ね、その法治国家のルールを守ってないので県民の税金の無駄遣いだ、この行政裁判するんだったら自費でやってくださいと、はい、尾長知事お願いしますというふうにメールを送ったはずなんですが、それからメールで返答くださいと送ったんです。あ、メールで返事くださいねってコメントにちゃんと書いてあるんですが返ってこないですね。あ、ちなみにそのメールの署名って日本文化チャンネル桜水島ではなかったですか。いや、違います。影武者ってちゃんと書いたかもしれないけど。いや、しかし HK 釜谷さん、これやっぱりどう見ても法治国家の中でのことではないですよね。まさに人治国家、常治国家といってもおかしくないと思いますけど。そうですよね。なんかもう裁判って言いながら法律とかその裁判を利用してとことん自分らに都合のいいようになるまでやろうってのがどうなのかなって思いますね。まあいわゆる勝つまでじゃんけんっていうのが沖縄の左翼革新政党平和団体のやり方で、まあ、自分たちの気に入った結果が出るまで延々と揉め続けるというのが、まあ、こういった状況なんですよね。で、私毎日テレビ新聞見てるんですけど、沖縄っていうのは何ですか、毎日基地問題がトップニュースなんですよ。毎日毎日これ本当にこの基地問題っていうのはそんなに例えば人々の生活暮らし子育てあと進学とか、ね、保育、まあ、そういったのに比べて常にこの基地問題がいつも上に来て思いっきり、ね、県民をなんか怒らそうとしてる気がするんですけど、これってやっぱりタカさんおかしいですよ。なんかやっぱ意図があるんですかね。まあ、そうですね。沖縄は何も基地問題だけじゃなくて雇用の問題ですとかあと、まあ、交通網の問題ですとかいろんな課題があるのに基地の問題をこれだけ大きく取り上げるっていうのはこれも新聞の役目を果たしてないですね。もう取り扱い方があまりにも公平じゃないです。はい、全く異常だと思います。ですが今回ですね、まあ、この裁判を提訴するときに、まあ、裁判所がこの水産庁の見解、漁業権が消滅しているので、この岩礁破砕許可の再申請と許可は必要ないということで、まあ、この申請この告発自体を、まあ、受け付けないということであればそこで終わるんですけど、これもし
裁判所が受理した場合、また一から裁判が始まると。で当然ながら、工事はいわゆる仮処分で止められると思いますよ。またでも止められるって言ったって最高裁の判決が出るまでの間ですから、結果的に判決はもう見えてますから。これはね、結局あの結論が出てることを延々とただ時間稼ぎをしている、その、ね、時間稼ぎをして反対派とか革新政党の方々とか平和団体とか尾長知事のね、いわゆるもう本当に欲望を満たすために、この沖縄県民の血税をですよ、裁判費用7000万の2回、そして下手しますと国が本気になったら遅延損害金、前回ので80億、今回ももし同じぐらい引き延ばしされた場合には同じように80億、つまり160億プラス1億4000万、ね、162億円ぐらいのお金がこの沖縄から外に出ていくっていうことになる。これね、自主財源比率3割しかない沖縄にとって、この160億円余りのお金ってのはすごい大きいと思うんですけど、これもしですよ、あの HK 仮面さん、沖縄県が払わないといけなくなったと思ったら、県はどっから捻出すると思いますか、このお金を。税金、県民から、県民からの、県民とか、あとは県内の企業からの税収とかになるのかなって思いますね。まあ、そうやって、県民とか、もし企業とかからお金もし取られるとすると、まあ、貧困問題ってあるじゃないですか。うんうんうん、そういう貧困問題抱える世帯からも、どの世帯からも、税金、取られる税金が多くなるってことは。あ、もう増税するっていうことですね。増税するってことは余計困る人たちが増えるのかな。まあ、いろんな面で手数料上げたり、あと税金上げちゃったりするってことですね。タカさんは、もしこの、例えば国が160億円請求してきたときに、沖縄県これどのように捻出すると思いますか。いやー、もうさっき変態仮面さんが言っていたように、もう税金しかないですよね。辺野古基金は今、5億、6億あるっていうふうに言われてますけども、まあ、それだけでは到底足りない、もう、灯籠の斧でしかないですよね。まあ、そうなりましたら、仮に辺野古基金全額を当てるにしても、あと155億円ぐらい残っちゃうので、じゃあ、それを持ってくるのはどうするかっていうことになると、まず、尾長知事のポケットマネー、は持ってこないでしょうし、あと基地に反対している県庁の職員ですとか、あと政治家も自分のお金は出さないでしょうから、じゃ あ、まあこれも県民に負担してもらいましょう。基地、辺野古への基地移設を止めるには、まあ、県民への負担もやむを得ないということで、増税をやるでしょうね。しかも住民税をなんか分かりにくいような感じでこっそりと増税してくるような、そんな感じすらありますね。はい、ありがとうございます。まあ、私はですね、まあ、毎年この沖縄に交付される3000億円余りの一括交付金、まあ、これから直接使うわけにいかないので、これをですね、いろんな、まあ、用途に振り分けをしてですね、まあ、その振り分けをした後に、本来そこに回すべき、県のお金をですよ、抜いて、本来は例えば、100万円必要な部署があったとしますよね。まあ、そこに、この一括交付金、今まで一括交付金を、80万、で県の税収を20万当てて100万円の予算を作ってたとします。そこに一括交付金を100万円当ててですね、本来県が当てるべき20万円をこの賠償金に持っていくと、つまりうまくごまかしてですよ、結果的にはこの一括交付金を流用するような形で、まあ、払っちゃうんじゃないかと。そうでなければ、まあ、今ネットアシスタントの皆さんから、いろんな意見出てますけど、住民サービスがやっぱり低下すると、さっき言った貧困問題がありましたよね、はい、そういったところにも結局予算が回らなくなる。なぜかというと、この反対している人たちっていうのはほとんど公務員なんですよ。
見たら分かりますよね。自治労、国公労、ね、教職員組合、こんなのばっかりですよ。組合関係ですよ、大体ね。はい。そういった人たちが自分の給料を減らすということは絶対ありえません。こういうふうに賠償が確定をした、この人たちが反対反対って自治労とかね、何々、例えば浦添市職員労組とか旗を立てて反対反対をした結果、あの国から賠償責任として160億請求されたと。じゃあお前たちの給料をね、沖縄の自主財源比率 30% に合わせて 70% カットすると言った、やると思いますか、この人たちが。絶対にしないですよ。あの人なんかもう偉そうにしてて、まあどこぞの市の自治労とは言いませんけど、そういうのがいますね。いますよ。だってね、職場から有給無理やり取らされてですよ、ね、弁当とね、あの交通費6000円もらって辺野古に来て座ってるなんて公務員じゃないとできないですよ、こんなこと。普通の人たちには結果的にこのようにですね、自分たちの給料は減らさない。じゃあ何を減らすかっていうと、住民サービスを減らす。つまり、道路とか保育所の新設とか、あと雇用。例えば今、市の方で臨時職員雇ってるのをね、雇わなくなるとか。はい。シルバー人材センターに仕事を回してるのがなくなるとか。各自治体、自治会へ補助金、大幅にカットされるとか。はい。そういうふうにして、結果的には、ね、私たちやっぱり県民にしわ寄せが来るんだっていうふうにね、私は考えてますよ。160億とは大きいですよ。正直言ってね。反対反対した人たちが負担すればいいんですよ、本来は。絶対やらないから、この人たちも。なると、もう県民みんなで広く浅く分担するようにすると。お金を出すわけにいかないから、市民サービスがやっぱり低下していく。今まで補助金もらってた自治会が補助金30万が10万円になるとか。結局そういうふうにしてしわ寄せが全県的に私生まれてきて、まあ、沖縄県そのもののいわゆる停滞感っていうのがもっともっとひどくなる。それさっき言いましたけど、毎朝報道を見てると本当に今の日本の報道ってのはおかしいですよね。まあ、国会でも北朝鮮からミサイル飛んできてるのに、なんかこの総理の上げ足取りを、ね、狙ったようなことばっかり言ってる野党もいるし、最近ではなんか女性が出てきてレイプされたどうのこうの、あの共謀罪だってわけのわからんこと言ってる人もいますしね。こんな、まあこういうのもあれなんですけど、こんなつまらないことバカみたいにわーわーやって何が楽しいんだろうって、こういうことよりもやっぱ北朝鮮からミサイルが飛んでくる、じゃあ日本はどうすればいいのかって、そういうことを国民になんか考えさせるっていうのが、そうですよ、大事だなと思うんですけど、こんなね、国会で獣医学科どうのこうのやってる場合じゃないですよね、今ね。本当ですよね。どうです、本当にそんなことよりやることあるんじゃないってまず一つ言えるし、まあなんかミサイル飛んだっていうニュース流れた後、シーンという報道がほとんどで、じゃあ実際に着弾したら防げるかって言ったら、日本国内のパック3で全部カバーができてないっていうのを皆さん知ってんのかなって思うんですけどね。そうですよね。まあちゃんと、まあ、ほぼ守られるっていうのは大都市圏と沖縄ぐらいですよね。沖縄が一番安全だって言われてます。まあそうですね、なぜかというと自衛隊の他に米軍の迎撃システムがあるから、沖縄が一番やっぱ安全だっていうふうに言われてますよ。で、沖縄にもし撃ち込んだらどうなるかってやっぱり北朝鮮もわかるはずなんですよね。はい。東京大阪に撃ち込むのと沖縄に撃ち込むのじゃ意味が違うんですよ。はい。沖縄に撃ち込むと誰がじゃあ出ていくかと。日本に撃ち込んだ場合ですよ。日本は敵地攻撃しちゃダメですよね。はい。だから何もできないんですよ、正直言って。はい。撃ち込まれても国連の安全保障理事会にせいぜい提訴して抗議する、遺憾の意を発表する。こんなもんだと思いますよ。だって敵地攻撃、ミサイルをね、撃ち込んできた相手のところを攻撃することが今許されてない。議論すらしちゃいけないっていうの雰囲気じゃないですか。これじゃ攻撃する側は楽ちんですよね。
ですよね。何しても自分たちは攻撃を受けない。なんかそれでも憲法を守れって言ってる人たちは憲法を守ってるんじゃなくて、そうやって日本を狙ってる国側についてるんじゃないのかなってすら疑いたくなりますね。そうですよ。だからね、例えばタカさんとズケちゃんが二人歩いてたと、道を歩いてたとしますよ。で、もうお金をね、ぶんどろうと思う人が向かいから歩いてきたときに、タカさんとズケちゃん見たとき、どっちを襲うかっていうことですよ。はい。もうわかるじゃないですか、ズケちゃんね。はい。ズケちゃんみたいなのを見るからにも、なんか、食いついてきそうな人なんか襲わないですよ。この人襲ったら、なんか日の丸持った人が100名ぐらい駆けつけそうだなと思ったら、絶対襲えないですよね。はい。それがね、抑止力なんですよ。ただズケちゃんが俺はお前ぶん殴ってやるって言わなくても相手が襲ってこない、はい、これが抑止力。そうですよ ね。だから抑止力っていうのは簡単に言えば戦わずに済ます力なんですよ。ですね、はい、だから丸裸になればいいのかって言ったら、そういった人たちに限って家にセコムとか入れてるじゃないですか。どこぞのなんとか党の国会議員みたいにね、特定に住んでて、あと浜比嘉島には自宅に監視カメラつけてる人もいますね。そうですよね。なんかすごい塀がすごいバージョンアップしてるっていう大きさなんですよね。丸裸だから、憲法9条があれば大丈夫だっていう人たちは絶対その紛争地域に行って憲法9条を広めようともしないし、ね、いわゆる自分がね戦わない、私は攻撃しないって言ったら攻撃されないって言っておきながら、なんでそういった人が家にねセキュリティ入れてるんですか、高い金出して。おかしいじゃないですか。人のうちに私は泥棒に入りませんよって宣言すれば入られないんでしょ。だったらなんでセキュリティ入れてるんですか、高い金出して。あの某国会議員さんとか、まあ、はい、某国会議員さんのうち豪邸ですよ。びっくりするぐらいね。はい、警備会社の名前よりね、あの球場って書いておけばいいんだよね。そうですよ、球場って書いて貼っとけばいいんですよ。ですね、誰も襲わないですよ、入っても来ないし。そういうね、あの綺麗ごとにやっぱり国民、県民が騙されちゃいけないんですよ。誰だってね、自分があの大切な人と道を歩いてたら、向かい側から来たら、ね、向かい側から変な連中が来て、お前の女、いい女だな、俺によこせって言ったら、戦えますよね、やっぱりね、男だったらね。いやもう、普通、それ、普通じゃないですか。HK 仮面さん、逃げますか？どうです？に逃げますかって、いやまあ普通に戦いますよね。普通成敗するんでしょ。成敗でしょ、脱ぎますかじゃないですか。脱ぎますかじゃ、くるくる回って成敗するんですよね。ピトッとくっつけてから。それじゃあ暴漢の前に彼女が逃げちゃうんじゃないですか。すごい来てますね今日も。いやそういうことなんですよ。な今日ラジオ聞いてる皆さん、本当にね、憲法で国が守られてるわけじゃないんですよ。命かけてやっぱり守ってくれてる自衛隊の方々とか海保の方々がいるんですよ。命張ってる外交官もいますよ、政治家もいますよ。九条が国守ってるわけじゃない、ね、それなのに九条守れ守れって言ってる人たちのねお家見てくださいよ。どんないいお家にみんな住んでるから、大体がまたセキュリティ入れてるんですよ、ね、つまり自分の家すら、ね、他人を信用できなくて警備会社入れてるのに、これが国と国との間になったら額に9と貼れば、ね、攻められないと、こんなバカみたいなこと平気で言ってるっていうのがね、それにまたあの県民とか国民がやっぱりあの平和っていう言葉でねやっぱり騙されてるっていうのは本当におかしい。平和っていうのは何もしないで勝ち得るもんじゃないんですよ。平和っていうのはね、やはり戦ってからやっぱり勝ち得てきたものの積み重ねなんですよ。平和っていうのは。私そう思ってます。本当に自分の大切な人と歩いてて、向かいからおかしな連中が来て、お前の女よこせと。そしたら、男だったら誰だって戦いますよ。お前逃げろ、俺がやってられ、戦ってられ、逃げろって言って逃がしますよ。負けると分かってても男だったら行くしかない時ってあるんですよ。それをね、ぬちど宝やいびん、ワンネは戦わないから、この女あんたにあげるさって逃げてください。もうどうなりますか。もうこんな男なんて願い下げですよね、女から見たらね。今日ラジオ聞いてる
鈴猫さんとゆきんさん、こんな男は大嫌いだと思いますけど、はい、まあということで今日もあっという間に終わっちゃいますけど、最後にちょっと今日ゲストで来た、はい、ボギー少佐に沖縄の感想を。いやー、よくちょこちょこ沖縄来てますけど、いやー、新聞はいつものごとくアメリカ軍なんちゃらとか、だいたいそのパターンばっかりで、まあまあっていう感じになったりするし、そうですね、沖縄来るといつも思うのは、タクシーよく乗るんですけど、皆さんタクシーの運転さん聞いてると思うんですけど、ああまた関係ねえやぐらいな感覚でいる運転さんもいるんで、ちょっと自分の途中のことを考えてもらいたいなっていうのが感想ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今日2人目の影武者ズケちゃん、はい、今日の感想を。いや、自分毎週毎週ニュースで毎日テロの、やっぱりこのニュースって多いじゃないですか。はい。もう、テロのね、このニュースの後に、その、ね、共謀罪、いや、そんなのないよ、テロと準備罪、その報道を本当にちゃんとね、やっていただきたい。で、それを加味してくると、これはちゃんとね、その、法律通して、皆さんでいい国守ろうというのになっていかないのかなというのは、はい。もうまあ、そのニュースだけがなんかそのテロの後にそのニュースをやってくれないんだなというのがなんていうんですかね、このニュースのなんかあべこべ感というのがちょっとそれは少し気になるところですよね。ありがとうございました。では今日の締めはもちろん HK 仮面さん、はい、まあ、最近共謀罪がうんぬんって言ってるけど、その2、3年前ぐらいに盗聴法が危ないわーわー騒いでた状況と似てるかなって思うんですよね。で、騒いだ後どうなりました？電話盗聴されて捕まったっていう人いました？そこら辺ちょっとよく思い出しながら考えながらってやってほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、マスコミがね、どうでもいいようなことで大騒ぎしてる時には本当に国家存亡のね、危機が裏で進行してる場合があります。マスコミの報道だけを鵜呑みにするのではなく、ぜひ自分であらゆるツールを使って真実を探してください。ということで、今夜の放送、これで終了します。HK 仮面さん、タカさん、そしてボギー、ショウさん、そしてズケちゃん、どうもありがとうございました。では皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。